僕たちはミルクです。はい、今回は板垣、吉田、山中でお届けしたいと思います。イエーイ。早速研究テーマ発表いたします、はい、あ、なるほどね、テーマがあるわけですね。何ですか？で、あ、じゃん、研究テーマタコ紹介お題付き。イエーイ。ルールの説明をいたしますと、1、カードを引いて、2、はい、そのお題でメンバーを紹介、はい、3、答えがわからない場合は、はい、イメージ、想像で答える。なるほどね。イメージ、なるほど、そういうことですね。じゃあこれは仁太くんの紹介ですね。うん、お願いします。何ですか？お、これです。でれ、好きなパーツ。はい、顔のね。大丈夫かな？あ、顔じゃなくても目、腕、足、など。あ、もうね、体全体だ。どうでもいいんだ。そうですよね。じゃあもう一発でポンって飛ぶ。わかりました。うん、親指の爪。おー、なるほど。え、あ、足、右足の。右足のいつ見たんだ。あの、彼、出身が九州なんですよ。鹿児島です、鹿児島。あ、そう、やっぱり鹿児島なんですよ、九州なのね。言いなさい、ちゃん。こう、なんか、なんていうんですか、やっぱ違うんですよね、我ら江戸の人間と。鹿児島の人反乱起こすよ。いや、違う違う、そういうんじゃないですか。まあ、仁太くんの足はなんですけど、こう、サイエンドアルガンやった時の親指の足。本当だと思われるやん。いや、本当にそうなんですよ。え、違います。本当に違いますね。あと、でも顔のパーツ本当にでもしっかりだ。いや、本当に目はいいね。目は目は特別ね。角が、角が、角が立ったね。目は特別ね。だから、だからお前サイエンド分かってるか。本当に俺がお前の答えるんだぞ。え、だから目もだからサイエンドやった時みたいな。なってねえだろ。じゃあ次これでいきます。ほぉ、直して欲しいところ。なるほど。どれ言えばいいんでしょうね。おい、ちょっとしかないって言って。ね、なんだろうな。あ、毎回自分疑いすぎ。例えば発言とかの時に、いや、もっとこうしたらいいと思うんだよって素直に言えばいいんだけど、あの、こうしたらね、いいと思うんですけどね、いや、あの、わかんないですけどねっていう、そう、わかんないですけどねっていうクッションが毎回あるんで、そこはね、こう自信持ってね、発言していただいてもね、誰もね、否定しないからっていうふうに思うね。まあ、そこをぶつけ、そうそうそう、ぶつけ合いたいからね。そうそうそう、ぜひ言っていただきたいですね。素敵です。板垣さんですね。はいはい、わかってる。動物に例えると、うん、あ、まあね、いろいろまあ考え方あると思うんですけど、性格的にはやっぱり結構その引き気味だったりするんで、意外とネズミとかあたりなのかなっていうとかあるんですけど。バカにするよ。めちゃめんだよ。でもやっぱライオンですね。本当に例えるならやっぱライオンかな。なんでほんと嘘言ったんだよ。違う違う、ライオンかな。好きなところで言ったらネズミかなって感じだけど、意外にこうね、センシティブなところまで。マニア強い。自己紹介しないで。あ、ごめんなさい。まあ、そのライオンで。なるほどね。手紙とかすごい。じゃあ、ということでですね、感想ですかね。やってみて。まあ、この3人なら、私でも起こせる。今ね、後ろの方でね。まあ、こんな感じでね、みんなの知らないミルクをこれからもどんどん見せていこうと思います。思います。次回もミルクラボ、お楽しみに。以上、僕たちはミルクでした。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。